で、僕はですね、竹に関していろんなことをしています。まあ、オブジェ制作とか遊具とか、竹演出手伝いっていうのは、地下研って会社の手伝いとか、そういったことをいろいろしています。で、これ音楽フェスでこういうのを作ったりして、子供たちが遊ぶ場を作ったりですとか、あと、まあ、これもオブジェを兼ねた遊具みたいなのを作ったりとか、で、フェスだとこうやってライトアップもされて面白いです。で、僕は大体それを全部燃やして、最後、もう野焼き形式で燃やして、炭にして、次に行くっていう形をしてます。あと、これはブラジルのサンパウロで、外務省のジャパンハウスっていうのがあって、そこでオープニングが竹の展示だったんですね。で、それのキュレーションを手伝いさせてもらいました。で、まあ、ミングとかいろんなもの、竹にまつわるいろんな日本の文化を紹介するっていうものだったんですけど、であと、まあ、例えば竹炭を、敷き詰めたところに、どんど焼きの映像を投影するとか、まあ、そういったことをしました。で、実際に日本のミングを、これは後ほど紹介します、広島さんの作品を持って行って、多くの方に見ていただきました。で、僕が一番関心あるのは、生活の中で竹がどのように使われてきたかっていうことなんですね。それで、まあ、竹文化って言ってるんですけれども、まあ、それでこれ僕、中国で、孟宗竹、中国から来てますけど、来てるらしいんですけど、それに注してる写真です。愛竹家って愛犬家とか、愛妻家とかと一緒みたいな感じなんで、そんな、ふうに名乗ってやってます。で、こちらですね、明治時代の写真らしいんですけど、フェリーチェビートってイギリスの写真家の方が撮られた、これはインターネットから持ってきたものですけど、で、ここで、こちら、江波さんっていう、まあ、日本の方が明治時代にこちらも、これは幕末ぐらいだったかなに撮られた写真なんですけど、これ見ると、ほとんどの日用品が、竹や藁で全部できてるんですよね。で、これぐらい生活の中で必要とされてきたのが竹だったんじゃないかと思っています。で、その中で、特に、まあ僕、これブラジルでも紹介させていただいた広島和夫さん、僕は生きてるうちにお会いすることはできなかったんですけど、の作品をちょっと紹介したいと思います。で、彼はですね、宮崎県の日の影っていうところに、からもう出ることなかったんですけど、で、ずっと竹細工を編まれていた方です。まあ、で、田園地帯というか、まあの、もう本当に美しい山村なんですけれども、そこで人々が使う農具とか、いわゆる日用のザルカゴっていうのをひたすら作ってきました。で、ご覧いただきたいんですけれども、まあ、どこにでもあるような、いわゆるザルカゴだったりするんですけれども、めちゃくちゃ精緻に編んでらっしゃるんですよね。で、もう毎日使うものだから、すぐ壊れたりであるとか、傷んだりするんですけれども、彼のは本当に丁寧に作ってあるので、地元の人たちからもすごい信頼を得ていたそうです。で、彼が、本当に素晴らしい、こう、ザルカゴを作ってるって、支援する方もいたらしいんですけれども、日本じゃ全然評価されなくて、結局、評価されたのは、アメリカっていうか、世界最大の博物館であるスミソニアン博物館の学芸員の方が、この人の作品はちょっとすごいということで、スミソニアンで展示をして、で、永久保存されるってなって、で、それを受けて、ロンドンの大英博物館で、展示をされて、で、それを受けてから日本でも評価されて、なんかこの人の作品は他のザルカゴと違うらしいよと。だから浮世絵とかもそうだと思うんですけど、日本人ってこう自分たちの足元の良さというか、見慣れてるものに気づきづらいという特性があると思います。それってすごいもったいないことです。で、広島さんは亡くなってしまったんですけど、今小川哲平さんっていうお弟子さんがまだ現役で日の影村で作られています。で、彼は、広島さん同様ですね、人々が使うミングっていうものを、丁寧に作ってらっしゃるんですけれども、まあ、ご覧の通り、特に縁巻きのところとか見てほしいんですけど、こんなに丁寧に編んでる人ってあんまりいないんですよね。それを本当に農家の方々が買える価格で、だから決して工芸品ではなく、安い価格で売ってらっしゃる。で、そういうところに僕は、竹の、なんていうんですかね、もともとあったあり方っていうのを感じます。で、こちらは中国、地下圏の手伝いで行った中国なんですけど、これ今見えてる景色全部が孟宗竹なんですよね。で、彼ら、まあ、やることが極端といえば極端なんですけど、もう、ここは竹の村なもんで、全部竹で、を植えちゃってるんですよ。で、めちゃくちゃ綺麗なんですよね。で、ホタルが飛ぶような美しいところなんですけれども、で、そこでは職人さんたちが今ももう竹を切って編んで、もう至るところ竹の産業があるんですけれども、で、まあ、仕事としてやってらっしゃる方っていうのはもちろんなんですが、こういう感じで、こう、なんていうんですかね、日常の中にもう竹がありふれているんで、人によっては中国には竹の文化はなかったけれども、日本の真似をしてっていう方もいらっしゃるんですけれども、中国でもの歴史もめちゃくちゃ長いですから、いろんな職人さん会いましたけど、
めちゃくちゃクオリティ高い方もいらっしゃいますし、もちろんあの日本の100均とかで買えるような安いものを作っているところもあるんですけれども、でもそれが今でも、中国中で、あ、中国中じゃない、少なくともこういうところでは見ることができる。で、これはタケノコ干してるんですけど、この村に僕半年ぐらい通ったんですが、ほぼ全ての食事にタケノコが出るんですね。これはタケノコを乾燥させたのをさらに炙ってるとこですね。で、僕が、あとあの、その暮らしっていうものと、その、そこに美しさが加わった造形っていう観点でぜひ紹介したいのが、これあの、インドネシアのワエレボっていう集落について紹介します。これ今インドネシアですけど、右の方にフロレスアイランドってあります。真ん中がバリですね。で、左が首都のジャカルタがあるジャワ島ですけれども、そのフローレス島にラバンバジョっていう飛行機が止まるところがあるんですけど、まあそこ以外の地域ってほとんど電気もガスも水道もないような島です。で、すぐ近くにあのコモドドラゴン、あの世界最大の恐竜みたいなコモドドラゴンがいる島があるんですけど、その、反対側に陸路でこうずっとトラックで行くと、あの、ディントールってところから歩いて行って、ワエレボっていう集落に行くことができます。で、このワエレボっていうのはこういう高地、大体ここは標高1100メートルぐらいなんですけど、に、あの、もともと住んでたマンガライ族っていう人たちの伝統家屋が、残っています。で、僕が聞いた話では、そのマンガライの人たちの伝統家屋が残ってるのは、もうここのワエレボだけ。あの、もともとオートだったところの集落も行きましたけども、ほとんど崩壊してて、あの、ここは、あの、ユネスコの支援とか入れて、全部作り変えたんですね。あの、まあ、インドネシアの大学や、企業とコラボして、昔の建物を技術継承するためにもう一回作り直した。で、ここで皆さんまだ暮らしていらっしゃいます。で、なんていうんですかね、こう、もうここには当時の暮らしが残っていつつ、現代文明も別に拒否してるわけじゃないので、すごい面白いシステムを組んで、子供たちは下界というか1100メートル下の海沿いの方の町と山村を一週間単位で往復する暮らしをしたりとか、で、なぜかというと、下には学校があるけど、上には学校がないよとか、そういう、あるので、そういう生活をしてます。で、大体15メーター直径の15メーター。まあ、これより小さいサイズもあるんですけど、なっていて、これはあの、で、建物が5層構造になっています。で、僕が、この建物を特に惹かれるのは、僕自身がこう、竹で大きいものを作るときもそうなんですけど、大体あの、四面体、下が三角形の構造にするんですけど、まあ、すごい安定するんですよね。あの、アメリカのインディアンのティピとかもそうですし、なんですけど、あの、ここはまあ、円錐ですが、あの、中心に、あの、テノっていう硬い木、日本でいう、まあ、カシノキみたいな硬い木を使ってる以外の構造材全部、屋根材というか、は竹を使ってます。で、これが中から見た様子ですけれども、こう、内側に竹がこう、あって、あの、そんなにね、バカ太い竹ではないんですけれども、それを山奥からえっちらおっちら運んで、こうやって作っていると。で、これは屋根の端っこの方ですけれども、まあ、三層構造に屋根を吹いてまして、ヤシの葉ですとか、で、まあ、雨漏りはしない。で、これ中の様子なんですけれども、まあ、旗織りしていたり、これは真ん中で煮炊きをしてます。なので、火と煙で常に建物が円錐状なんで、常にいぶされて、だいたい100年間持つというふうに聞きました。まあ、もちろん屋根材とか途中修復するらしいんですけれども、そういう、まあ、長持ちする家です。で、大体一つの家の中に10家族とか6家族が暮らしていて、で、ここではですね、まあ当然と言いますか、もう昔ながらの道具が溢れてまして、それが今でも生活の道具になってます。今これは確かコーヒー豆を、現金収入を得るためにコーヒー豆やってるんですけど、ちょっと選別してるところだと思います。で、僕はそのワエレボに触発されて、まあこれ学生たち、僕武蔵野美術大学ってところで働いてたんですけど、そこで、学生たちとこういうのを作ったんですね。これ茨城県で、2013年です。まだね、立ってはいるらしいんですけど、こう中をジャングルジムみたいにして、こう、まあ、で、このはしごはワエレボのはしごを真似して、こういうのを作ったりしてたんですけど、で、びっくりしたのが、こちら、熊本県の阿蘇地方の草泊まりっていう、昔野焼きをするときの簡易テントとして使ったらしいんですが、まあ、構造としては全く一緒。これは高さ2メーターぐらいしかないのでちっちゃいですけれども、そういうふうに竹と藁と、かやかを使ってあったというのに、まあ、文化の連関を感じて面白いなと思いました。で、ここから数学と竹造形って話しますけれども、僕がこういうふうに、なんていうんですかね、こう構造とかそういうのに
関心を持つきっかけになったっていうのが、僕はインドネシアと武蔵野美術大学で竹のプロジェクトをしてた時に、まあ、代表を務めてたのが僕の恩師である坂東先生という方なんですけれども、彼がもともとグラフィックデザイナーなんですが、バクミスターフラーに影響を受けて多面体の研究とか開発をするようになりました。で、今日登壇されますカスパーシュアーベさんであるとか、この後紹介しますひずめさんとかも坂東先生に紹介していただいたんですけれども、彼自身インドネシアでこれワークショップしている様子ですけれども、竹のドームをこうやってみんなで手作りで作って展示をしたりとかしています。で、インドネシアとで、これは六本木ヒルズですかね、でやったやつですけれども、なんだろうな、こう今もインドネシアとムサビのインドネシアの ITB って、昨日エローラさんも話してましたけどの交流は続いていて、それも竹のデザインプロジェクトとして続いています。で、これが学生たちと、これはムサビで作った作品ですが、で、これの発展版として、坂東先生がインドネシアで1年間サバティカルで滞在した時に作られたのが、こう、まあ、アポロじゃないですけど、宇宙船みたいな、こういうものを作ったりしてらっしゃる先生です。で、彼から、例えば、ミングの中に、六つ目編みって六角形で編んでった角のところは五角形になるんですけど、そういう、こう、なんていうんですかね、日常を使うカゴの中に、そういう構造が潜んでいるよねっていう、それをデザイナーの視点や建築家の視点や、別の視点で見るっていうことが、大事なんじゃないかということを教えていただきました。で、次にご紹介するのは、こちらも数学者であり、竹の造形作家である、ひずめあきおさんという方なんですが、彼はもうひたすら作品の中にフィボナッチ数列、1,1,3,5,8,13 という、前のことを足したら次になるっていう数列ですけど、を使った作品を作っていらっしゃいまして、まあ、いわゆるひまわり螺旋であるとか、そういうのと同じ形になるんですけれども、で、彼の作品は竹を使って、で、彼のまあ名言だと思うんですけれども、竹はこう自分が思いついたアイデアをパッと形にするのにこんな優れた素材はないと。だから天才を生む発明なんじゃないか、素材なんじゃないかということをいつも言っています。で、こちらですね、ほぼ1000円に近い状態になってますんで、1トンぐらい重さあるんですけど、コロコロ回るんですよね。で、こちらはブラジルのそのサンパウロで作っていただいたんですけれども、ムマガリという作品です。600本の竹が、これ今制作中なんで仮止めしてますけど、ロープなしで自立する構造。で、なぜ自立するのかもひずめさんもわからないとおっしゃってましたけど、まあこういう作品を作ったり、されている方です。で、これは最近ノーベル賞を取られたペンローズさんの、ペンローズスタイリングってなんていうか、準周期性というらしいんですけれども、二度と同じ形が現れない。パターンなんですが、これをひずめさんは、今の四角形な都市空間じゃなくて、要は直線の直角のですね、そうじゃなくて、こういう、こう、いくらでも抜け道があるような都市空間というのがこれから必要じゃないかと、そうすれば渋滞っていうのもなくなるんじゃないかということで、これは武蔵野美術大学で毎年やっているワークショップで、ペンローズスタイリングで都市、区画を作って、その中を学生たちが自由に遊ぶっていう授業というかワークショップですね。で、僕が、そのデザインとか造形とか、そういう、で、そこにミングであるとかっていうのに関心を一番というか特に感銘を受けた、教えをしてくださったのが、このリンダ・ガーランドさんという方です。彼女は、まあ、バリ島に住んでいらっしゃったんですけど、もともと、アイルランドだったかな?の出身の方で、2年ぐらい前にちょっと亡くなってしまったんですけれども、彼女が、バリ島に竹環境財団みたいなものを作って、インドネシア中の、いろんな民族家屋というか、伝統建築っていうものを、例えば移築したりとか、あとは家具であるとか、そういうものをリデザインして、まあ、ほとんどそのままにするんですけれども、それを海外に売るっていうことをされていました。で、結果として、世界中にバリの竹家具ブームが起こった。で、彼女にインスパイアされて、竹の学校を始めた一人が、竹の建築をしているのがジョン・ハーディーさん。で、その娘さんがエローラさん。っていう、多分繋がっているものがあるんですけれども。で、彼女がしきりに僕らに言っていたのは、デザイナーっていうのは、新しいものをデザインするだけじゃないんだと。もともとあった、もう長い歴史の中で使われてきたものであるとか、そういったものをリバイバルして、まあ、再評価とか復興とか、何ですか、もう一度こう、世に提示していく。その中でこそ本当に土地に合った人々の暮らしに合った、デザインであるとか、形ができるんじゃないかっていうことをおっしゃっていました。で、彼女の、なんていうんですかね、ホテルとかもですごい有名なんですけれども、めちゃくちゃ美しい気配で、
でもそこにあるものはインドネシアの伝統的なものが、あるという、本当に魅力的な、方です。で、ここからアジアの竹造形という話をしますけれども、こちらインドネシアのチャイリン・ハヤティさんという方で、デザイナーさんなんですね。で、彼女は、もともと、竹の家具とか、雑貨を作りたいということで、ちょうど日本からの JICA、青年海外協力隊ですかね、の竹の指導があって、それを学びに行って、職人さんたちと、家具とかを、家具っていうか、なんていうんですかね、こういう、道具を、デザインしましょうと、で始めたらしいんです。でも、僕は彼女が素敵だなと思ったのは、その日本の職人さんに教わったやり方だと、どうしてもうまくいかないところがあったり、竹の種類も違ったり、例えば、ナタも片刃だったり、両刃だったりっていう、そういう違いがあって、その日本からもらった、こう、知識とか、それだけじゃなくて、自分たちの村、にある、これはタシクマラヤっていう、ジャカルタとバンドゥンの間ぐらいにある村なんですけど、地震で大変な被害を受けたところですが、ここの職人さんたちと、じゃあ、この人たちができること、もともと作ってきたやり方で、もう一回、その、日常にあった竹の、雑貨類というものを、作り直そうということで作られています。で、彼女が作ったものはですね、見ていただけるとわかると思うんですけど、何か真新しいっていうものじゃなくて、なんていうんですかね、こう、すごく丁寧に作るんですよね。もうディテールまですっごいこだわって作ってらっしゃる。で、結果として、すごい人気が出て、まあ、例えば五つ星ホテルとか、そういうところに降ろされたりとか、あと、タシクマラヤ自体はすごいもう竹の職人さんだらけの村なんですけど、そこの人たちの生活がそれで少しずつ向上するということが生まれています。でも本当に結構雑なものもたくさんありますけど、本当に丁寧に作られてるんで美しいんですよね。で、この価値観というか、大事さっていうのが、ものづくりとか美しさの大事なところじゃないかなと思っています。で、彼女が作った代表的なものに、もうインドネシア行ったらどこでも見かける、このご飯、とかを中に入れて被せるものがあるんですけど、で、これ、もうインドネシア中で見れるんですけど、これってもともとあった形を彼女がちょっとリデザインして生み出したらしいんですね。そしたら気づいたら、それがインドネシア中に広まって、まあ、廉価品もあるんですけれども、みんなが使うものになっていて、で、彼女が言ってた言葉ですごい印象的だったのが、その私がデザインしたのって誰も知らないって。で、これって竹が、その、まあ、人類の歴史より古い時からあると思いますけれども、あった竹の、なんていうんですかね、こう、あり方、日常で使うものですから、別に誰が使う、デザインしてようが、誰が最初に発明してようが、関係ないっちゃ関係ないわけですよね。もう本当に大事なものっていうのは、人がコピーして、作って、広まっていく。そういうものであったんじゃないかなと思っています。で、それっていうのは、まあ、グッドデザイン賞とかもありますけれども、こう、形としてあるべき形っていうものがあると思うんですね。これを使うんだったら、例えば、こう、穀物を振るうんだったら、実ってありますけど、形が一番使いやすいとか、そういうふうに修練していくっていうことと同義ではないかなと思っています。で、こちらはですね、中国の、中国美術学院っていう広州、杭州ですね、であった展示会に、まあ、たまたま行けたので、それをご紹介しますけれども、これ、隈研吾さんの建築で有名なところですが、ここでですね、竹の展示、アジアの竹展みたいなものがありまして、まあ、日本、台湾、韓国、中国、インドといったものの、いろんな、こう、伝統的な竹であったりとか、あとはモダンな竹の製品というものが、こう、美しいディスプレイの中で展示されていました。で、ここに、まあ、僕が関わってた当時の武蔵野美術大学のプロジェクトであるとか、まあ、知り合いの作家の作品もあったんで見に行ったんですけど、すごい見応えがあってですね、もう本当に日本でもこういう展示会をもっと頻繁に、しかも大規模にできたら面白いなと思った次第です。で、まあ、建物の美しさもあるんですけれども、見せ方として面白い。これは中富さんですね、の作品であるとか、まあ、こちら日本の作家さんの作品がこうあったりとか、これ僕が関わってたプロジェクトの写真ですが、本当にその中国の今のモダンなデザイナーさんの作品であるとか、そういうものも含めて展示されていました。これはまあアート作品ですね。で、最後にですね、こちら今年の8月に、台湾に2週間隔離を向こうでした上で、行ったものを紹介します。で、これは地下圏で、まあこの後も登壇します、
会社が、現地で芸術祭に招かれて、竹明かりを制作したんですけれども、まあ、現地の人たちとこうやって竹に穴を開けて、こういう演出をするのをお手伝いしてきました。で、この時にですね、台湾中の作家さんが集まってらっしゃって、まあ、台湾中って言っても、台湾はもうめちゃくちゃ作家さんいらっしゃるんで、とても全部ではないんですけれども、そこで見たものをちょっとご紹介して、僕の話は終わりにしようと思います。で、彼はリュウさんという作家さんですけど、彼は普段ザルカゴの職人さんらしいんですね。でも、これは湖の上に手をこう、差し伸べてるような写真なんですけど、作品なんですが、で、彼はもともとザルカゴしか作ってなかったらしいんですけど、最近では大きな、何メーター、4、5メーターぐらいある像とか、像っていうか、キングコングみたいなの作ったりとか、いろんなことされてたりとか、こちらはですね、いわゆるトンネルなんですけれども、ここで使われているものっていうのは、いわゆるザルカゴで使う編み方が、パターンとして使われています。まあ、六つ目編み、四つ目編みとか、五座目編みとかですね。で、僕が台湾の造形に惹かれるのは、なんていうんですかね、いわゆる一般的なザルカゴとか、アートとの境目がすごい薄いんですよね。もう、本当にその技術に根ざして、形になんていうか、横断性があるというか、とても素敵です。こちらはですね、こういうふうな回廊を進んでいくと、迷路みたいになってるんですけど、真ん中にこういうのがあって、これ真上からしか見れないんですが、まあこういう作品があったりとか、これは台湾の、伝統民族の、真ん中にあるパターンとかが、何族だった、これマンバかな、マンボか。っていう部族の、伝統的なものを利用した作品らしいです。で、こちらはですね、なんか 3D プリンターで作った形を竹で現実化してみようみたいな感じで作った作品らしいんですけれども、ちょっと不思議な形であったりとか。こちらは大きなカゴの中が、入れるようになってまして、子供たちが遊ぶスペースになっている作品であったりとか、こちらインドネシアの作家さんの作品ですね。ガルーダ、インドネシアの、まあ、大きな鳥、聖なる鳥ですけれども、を形を模したもので、こういう構造で作っていらっしゃいます。これは基礎をがっつりもうコンクリートで作ってます。で、こちらは中が展示会場になってまして、台湾の竹工芸であるとか、そういったものがいろいろ展示されてるんですけれども、まあそういったパビリオンになってました。で、これは何ですかね、メビウスの帯みたいな形だとは思うんですけれども、竹をまあ言ってしまえばただ繋いでねじってるという、風にも言えますけど、本当に面白い作品です。で、こちら、テンセグリティですね、の構造を使った作品があったりとか、もう本当に多種多様なんですよね。台湾の作家さんっていろんな方いらっしゃるそうなんですけど、本当にいろんな作品がありまして、で、ちょっと田舎の方に行くと、今でも本当に、さっきの中国じゃないですけれども、竹の製品があったりとか、本当に魅力的な国だなと思います。で、こちらこれ、タイトルが、まあ、ブランコなんですよね。竹の、まあ、竹なんですけど、タイトルにブランコって入ってて、これバカでかいんですよ。バカでかいんですけど、こう中を行ってみると、竹が編まれた空間があって、そこに二つだけ、これちょっと右端にもう一個あって、ブランコがあるんですけど、こういうふうに遊ぶためのっていう、なんかそのコンセプトが現代アートっぽくて僕は素敵だなと思ったんですけど、ただこれももうとんでもない時間と手間をかけて作ってるのが本当に伝わってきて魅力的でした。こちらはミャンマーの作家さんの作品で、ミャンマーのなんか伝統的な技術を使ってるらしいんですけれども、こういうふうに、重ねてですね、それを曲げて、構造を作ってました。で、こちら小豆島ですとか、まあ、大地の芸術祭とか、いろんなところでも、日本でも作品作ってらっしゃるワンさんの作品ですけれども、まあ、ワンさんの作品って、巨大空間を竹でもう作る、名手。で、台湾で今こういう竹の造形っていうのは多いですけれども、まあ、彼自身はもともとアーティストで、鉄とか使った作品を作ってたらしいんですけど、まあ、彼が一人パイオニアだと思います。で、彼自身は竹についてはほとんど知らなかったらしいんですけれども、伝統部族のところに、3ヶ月だったかな、半年だったかな、なんか滞在して技術を学んで、最初は職人さんたちと作ってたけど、今では自分で、スタッフを雇って作ってる感じです。で、これ中がこんな風になってて、もう本当にこう寝そべると、空が、空っていうか屋根がこんな風に、
もう本当素敵な空間なんですよね。で、これ中がこんな風になってて、もう本当にこう寝そべると、空っていうか屋根がこんな風に、もう本当素敵な空間なんですよね。まあ彼の作品のお箱ではありますけれども、で、こう湖沿いに立っていて、で、振り返るとこういう風になっているという作品ですね。で、ワンさんが本を作品集出されてたんですけど、表紙も竹のプレートで作ってて、中もレイアウトも美しくて、とても素晴らしかったです。で、こちらは、いわゆる市場みたいな感じになってて、作家名は書いてなかったんですけど、こういわゆる、なんていうか、まあ、フェスみたいな感じで、こういう、まあ、今のブランコですね。で、をこういうふうにしたりとか、ザルカゴを売ってたりとか、あと、これ素敵だなと思ったんですけど、タケノコイヤリングですね。こういうものを作って、売ってたりしました。で、これ僕、ちょっと台湾の紹介で言いたかったんですけど、これ僕、隔離中のお弁当なんですけど、3食お弁当が出まして、もうどの食事にもっていうレベルでタケノコが何かしら入ってるんですよね。で、まあ、日本の食文化にも竹ありますけれども、で、中国の僕がいたところの竹ともまた違って、なんていうんですかね、バリエーションがめちゃくちゃ豊かで、もうどの食事にもあって、そして美味しいっていう、だから台湾の竹のこう、文化っていうのはとても素晴らしいなと思った次第です。で、まあ、台湾素晴らしかったっていう話でもあるんですけれども、その、なんていうんですかね、こう、竹に興味を持つということが一番、その竹の有効活用の最初だと思うんですけれども、まあ、アートって、とか、デザインとかっていうと、なんか関係ない感じもしますけど、まあ、僕が言いたかったのは、その日常で使うものであったり、パビリオンとかにあるようなものであったり、そういうものも全部つながってますし、同じ、その形としての面白さであったり、使いやすさっていうのは、全部に通底するものがあると思うので、そういうものからどんどん触れてですね、そういうのを見せる機会がたくさんあったら、より竹に関心を持つ機会が増えるんじゃないかなと思っております。以上で僕の話を終わります。